足利義明を内書き、大阪城天守閣蔵を内書きは、室町幕府の将軍が発給した私的な書状の形式を取った公文書。室町記に足利将軍家によって創始され、形式そのものは差出人が文面に表記される指針と同じものであるが、将軍自身による顔、書版が加えられており、将軍個人の私的性の強い命令書でありながら、 故郷書に準じるものとして、幕府の公式な命令書と同様の法的効力があった。主に、将軍の私的な要向きを伝える書状として、機能していたが、室町時代後半になると官僚などが発給する、故郷書が減少する代わりに、おうち書きが増大し、将軍の意思を直接通達する書状として、公文書化した。なお、通常は側近である地震による添え状が、 添付されるのが慣例であった。文系としては、手書と書留がそれぞれ、冒頭の絵、なりとより、丁寧な表現の、冒伝、なり、上女剣のに形式が存在し、ずつところの身分や、社会的地位で使い分けていた。五山の十字の任命上である、校長はご教書あるいはお家書きとして発給されている、ほか、天正四年に、毛利てる元のもに亡命していた、将軍、 足利義明が反応部長勢力迎合のため、交渉古史一話を試みた、際の命令書もこのおうち書き形式によっていたとされている。おうち書きは、豊臣政権では、豊臣秀吉の江戸幕府も将軍の意思を伝達する文書として継承された。近世には、豊臣家や徳川将軍家が発給し、徳川家は、単語の節句徴用の節句 聖母の三期修儀に際した沈没の返礼として発給した。徳川家の内う書きは豊臣秀吉発給の形式を踏襲し、時代により、漁師や書式は変化しつつ、江戸後期に至るまで発給された。大内垣書きの発給は、江戸時代初頭には旗本に対しても発給されていたが、諸殺令、礼法の確立に伴い、おう書きは価格の高い将軍家一門から、 お参加とその連死、国持大名、老中、若年寄りや本願寺などに限られて発給されるようになり、格式によって発給手続きや返礼に格差があった。ありがとうございます。